してください。調査ですけども、900つが以上はいる。いやいやいや、電車したら電車終わった後に飛び上がってる。約2000万円なのかな、日本の国内で生息しているのはと思われます。日本の動物園のうちはこの熊高、後ろの動物園が初めて人工化に成功しています。